ち向きですか。あ、私を持って私に喋ってくれる。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初演を経て、そうですね、前回はその手紙を配達する青年役として出させていただいて、そう、初めてのことだらけで、いろんな人に迷惑かけてしまった部分が多かったんですけど、そうですね、やっぱ舞台監督とかにもいろいろ怒られたりとかして、次へもしっかりしろということで、今回ちゃんと青年をやることができまして、今回こそは怒られないように頑張りたいと思ってます。出てた？出てないです。初演を経てっていうのがあったらちょっと言ってみました。すいません。はい、今回はちゃんと出ます。今回はちゃんと出ます。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは、わかりました。こんにちは。やってみたいこと、その魚屋ミュージシャンっていうキャラクターがいるんですけども、劇中で生演奏するっていうのがありまして、僕も一つその楽器をちょっと本番までに身につけたいなっていうのがありまして、その昔から、ギター少しはやってたんですけど、あんまうまく弾けたことがないので、少しずつちょっと挑戦していずれ舞台とかでも披露できるようになったらいいなって思ってます。なので本番までに頑張ってギターを弾けるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。